い、ということでドックサイドダイナーでクリスマス期間限定のローストビーフとシュリンプのサンドと単品もできるしセットで1240円でした。あとはプラス料金でクリスマス限定のスペシャルのランチケースも付けることができます。去年が35周年のクリスマスのヒストリーだからイッツクリスマスタイムでは初めてのランチケースのデザインです。サンタクロースもいるね。チップとデールとか、あ、ラインダンスが再現されてる。で裏面も可愛いんだよね。チケットのようなデザインとかお星様とかドナデジがセンターに来ています。そして一番びっくりしたのがランチケースの中がなんかいつもだったら保冷剤みたいな銀色な感じになってるんだけど布で布の星のようなものが覆ってますね。サイズは普段のスーベニアのランチケースと変わらないです。そしてこのサンド、もうほんと実物見た方が分かりやすいと思うんだけどサイズがとても大きくて中の具がボリューム差を感じます。いつもディズニーで出るビーフサンドとかハンバーガーとかに比べると少し重さがある感じがします。うん、これ美味しい。エビの上にオーロラソースかタルタルソースどちらかが振ってある感じがします。中の下の方にパンサンドの下の方に味がちょっとわからないんだよね。甘めの味付けで茶色い、なんだろうこれ、照り焼きソースかな。甘めの味付けって感じ。ちょっとキャストさんに確認します。これ袋も去年のイッツクリスマスタイムの袋で本当にバーガーがボリューミーで一つのパークフードでお腹いっぱい食べたい人におすすめのパークフードです。ゴンドリュースナックでチョコレートドーナツを購入しました。紙袋のデザインが可愛いんだよね。ミッキーとミニーちゃんが表面にデザインされてあって裏面可愛すぎない？ビッグエイトが全員揃っています。それではチョコレートドーナツいただきます。手に持った瞬間に今この段階でチョコレートの匂いがすごいする。美味しそうです。ドーナツがデニッシュ生地だからすごいサクサクしてる。ちょっと見づらいかもしれないんだけどドーナツの中にカスタードクリームも入っています。ワンコインで買いやすい金額だしゴンドリエスナック自体がハーバーショーに近いところだからイッツクリスマスタイムやカラーオブクリスマスファンタズミックとかハーバーショーの待ち時間に軽く甘いものが食べたいとか小腹にぴったりなパークフードだと思いました。去年のランドに売っていたストロベリードーナツより俺はこのチョコレートドーナツの方が好きです。ワンコインで買いやすい金額なので学生さんとかにもうってつけのパークフードだと思います。
まんまビスコッティーズベーカリーでコーヒークリームタルトとチョコ&ミルクムースを頼みました。すいません、配置が逆でした。これがこのスーベニアで、これがこのスーベニアですね。チョコ&ミルクムースにスーベニアのカップが付けれて800円と、コーヒークリームタルトにスーベニアのプレートを付けて800円です。プレートが陶器になっていて、裏面は特に何も書いてなくて、ミッキーとミニーちゃんだけが写っていて、シンプルなデザインになっています。スーベニアのカップはミッキーだけじゃなくてドナルド・デイジーもデザインされてます。濃いめのブルーに黄色で少しクリスマスっぽいですね。で、ディズニークリスマス2019って書いてあります。それではチョコムースいただきます。お星様が乗ってるクリスマスっぽいですね。さ、すごいね、生クリームのチョコレートに、なんか黒色のチョコレートに、またここ多分別の層のチョコレートに、多分下がミルク、そこがミルクムースって感じですね。上のチョコソースなのかな、なんか生チョコ食べてるような感じに近い。ここのムース、チョコレートの味がそれぞれ甘かったりちょっと濃かったりとか、味が違う気がする。ココムースの間の黒い部分がちょっと甘さ濃いめ、そこのミルクムースはあっさりしてる味付けになっています。続いてはコーヒークリームタルトいただきます。言い方がちょっと難しいかもしれないけど、パピコのコーヒーの味に近いかも。コーヒーミルクだね、どっちかっていうと甘めのコーヒー。外側の部分はサクサクしてるというよりはしっとりな感じがします。さっきのチョコムースは甘さが強いんだけど、コーヒームースはどちらかっていうとコーヒーの味が強くて甘さが抑えめなので、甘いものが苦手な人でも食べやすいかもしれないです。ティラミス食べてる感じ、本当にさっきも言ったけど外側の部分がしっとりしてるからビスケットを食べてる感じに近いです。はい、続いてはお好み焼きロールを買いました。これもワンコインくらいの金額で、太さと厚みがとてもあります。まだ中の具食べてないんですけど、中から焼きそばが見えます。もう匂いが美味しそう。いただきます。美味しい。お好み焼きの生地がふわふわで、お好み焼きソースは甘めの味付けになっています。今半分ぐらい食べたんだけど、まだ量があって、ワンコインくらいの金額でがっつり食べたい人におすすめです。お好み焼きだから日本人受けはいいメニューだなと思います。ということで、東京ディズニーシーのクリスマスのパークフードのメニューを一部食べてきました。僕が一番今回食べた中で美味しかったのは、一番目に食べたシュリンプとローストビーフのサンドが特に美味しかったです。味の説明が本当に難しくて、食べた後にロックサイドダイナーに戻ってキャストさんに確認したら、上の部分はピクルスが入ってるオーロラソースで、下のその茶色い部分が本当に甘めの味で、キャ
キャストさんに確認したらちゃんとした調味料っていうものじゃなくてトマトベースにしているみたいで、僕が食べた味覚の感じだと甘めの照り焼きソースに近かったです。去年2018年のクリスマスの C のメニューで、今年も販売してるカマンベールチーズのニューヨークデリのサンドが、もし魚介系がダメな方はぜひカマンベールチーズサンドも美味しかったので食べてみてください。まだ紹介できていないクリスマスのパークフードに関しては食レポ動画単体かパーク一周とかでご紹介していこうと思っています。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったなと思った方、グッドボタン、よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。